村の鍛冶屋は、日本の同様、文部省昇華、昇華、村の鍛冶屋、記念被作詞者、作曲者ともに不詳。書室は1912年12月、尋常小学昇華。歌詞が、当初のものから時代により書き換えられながら、長く全国の小学校で愛称されてきた。だが、昭和30年代頃から農林業が機械化するに、連れの道具の需要が激減し、 の単ヤは成り立たなくなって、次第に各地の農村から消えてゆく。家事屋が作業場で土をを立てて働く光景が、児童には想像が難しくなった。昭和52年には、文部省の小学校学習指導要領の共通教材から削除された。以後、教科書出版社の音楽教科書から消え始め、昭和60年には、すべての教科書から完全に消滅した。 道具屋で販売する刃物を製造する工場はあり、町の鍛冶屋は非常に少なくなっているが、日本各地に残っており、地元の農家も支えている。一家がオリジナルの菓子である。一、残事もやまずに土打つ響き飛び散る火の花は知る湯玉。冬後の風さえ息をも継がず仕事に精出す。村の鍛冶屋に、あるは、名高き一国、牢屋早起き早寝の病知らず。 鉄より剣士と誇れる腕にまりて、剣士は、彼が心さん、刀は打たねど大釜小釜まぐわに作く,くは好きよなたよ、平和の打ち物休まず打ちて日ごとに、戦フランダの敵とん、稼ぐに追いつく貧乏なくて、名物家事屋は日々に、繁盛あたりに類なき仕事の誉れつ中をにいまして、高市、大正二年六月九日発行の教師用の説明書である、吉丸和正越。 歌詞表尺に以下の説明がある。これは特本巻8の第1二カジャという題で昔刀鍛冶であったカジヤのじいさんの話がある。これから来るた趣向である。特本とは1903年4月小学校令の改正により定められた小学校用の国定教科書である尋常小学特本を指す。カジャとは以下の記事である。第十二カジヤ僕の近所に 年寄りの鍛冶屋があった。背が高く、目が鋭くて、ちょっと見ると、恐ろしいが、至って気立ての優しい老人であった。トンテンカン、トンテンカン。と、毎朝早くから弟子を相手に土を打つ音が聞こえる。1日たちも休んだことがない。僕は時々その仕事場の前に立つて見ていた。ある時は釘をこしらえていた。ある時は鎌を着た、へていた。また車の輪を打っていたこともあった。 僕の家で一度鶴瓶の金田が,が壊れた時、作る日を頼んだことがあったが、翌日すぐ、にこしらえてくれた。夏のどんな暑い日でも、汗を流しながら、暮れ方まで働いていた。仕事をしながら、僕に、いろいろな話をしたこともある。ある時の話に、自分は今こそ、こんな消灯や釘などを作っているが、元は少しは人に知られた刀中字で、若い時から何十本となく大立ち。 子ちをたえた。刀は武士の魂と言われたものだから、鍛える時は身を清めて一心不乱に移つたものだ。と言ってた。いつも丈夫そうな老人であったが、去年の暮れに死んでしまった。その自分までよそへ方向に行っていつた若い息子が、今ではその後を継いで朝から晩まで相変わらず、トンテン,ントンテン,ンと働いている。農具など、の道具や、 山道具を制作する職人を、野谷と呼ぶ。この歌の主人公である老職人も、歴史に、長残るような刀鍛冶ではなく、地域の農民と共に生きる無名の野谷である。しかし彼は、武勇のための兵器ではなく、民衆が平和時に生産に励むための農機具を鍛える、自己の職業を、かえって大いに誇りとし、勤勉に日々の労働に没頭している光景が、諸出時における、 この章下の描く情景であった。だが1942年3月間の初等歌音楽に収録の際には平和を歌う3番以降の歌詞の後半が戦時下の国策に不適当として教科書から削除され戦後も復活することがなかった。また1番のしばしも山積が休まず上へ飛び散る火の花が飛び散る火花よえ2番の主は名高きいつ国老屋が あるは、なだかい一国ものよ、などと変更された。そして戦後の昭和22年には、文語帳が子供には難しいとの理由から、題名が村の鍛冶屋とひらがな表記にされるとともに、刃物がスキクワと変更されるなどさらに手が加えられ、最終的な歌詞は以下のようになった。用語を平易なものに書き換え、特に歌の後半部分が切り落とされたことで、 本来の歌の革新であった平和参加、労働参加としての性格が失われた、改変過程には、異論もある。昭和17年の改定後の歌詞一、しばしも休まず土打つ響き飛び散る火花よは知る湯玉、意後の風さえ息をも継がず仕事に精出す、村の鍛冶屋に、主は、名高い一国者よ早起き早寝の山日知らず、鉄より硬いと自慢の腕で打ち出すお刃物に、 心こもる昭和22年改定後の最終的な歌詞。1、しばしも休まず土打つ響き飛び散る火花よは知る。湯玉不意後の風さえ息をも継がず仕事にせい出す。村の家冶屋に、主は名高い働き者よ早起き早寝の病知らず、永年鍛えた、自慢の腕で打ち出すすきくは心こもる。教科書から消えた、昭和、同様112ページ。ありがとうございます。